皆さん、こんにちは。今日は森本英世さんのことについてご紹介します。まずは森本英世さんの経歴とプロフィールからご紹介します。森本英世さんは1949年1月11日生まれ、大阪府堺市のご出身、日本の歌手です。1965年、渡辺プロダクションの新人オーディションに合格し、芸能界入り。1969年、新電用スクールメイツ名義でテレビアニメ、タイガーマスクの主題歌を担当。同年、大龍寺に改名し、花町ブルースをリリース。1971年、久世照彦プロデュースの作品、恋祭りで森本英世に改名。1973年、渡辺プロダクションを退社して、ムード歌謡の代表的グループの一つであるビーン伊藤と、ハッピー&ブルーにリードボーカルとして参加。ミリオンセラーを連発する。1983年、ビーン伊藤とハッピー&ブルーから脱退し、ソロ歌手としての活動を再び開始。2002年、元森鬼とサザンクロスの菅野豊、元秋葉豊とアローナイツの木下明と共に、ハッピーサザンアローを結成。2008年5月6日放送の BS アニメ主題歌第全集2008に出演。タイガーマスクのオープニング曲の池、タイガーマスク。エンディング曲、みなしじのバラードを歌う。2009年、歌手デビュー40周年を迎え、新たなアレンジで星降る街角、私祈ってますを再リリース。2010年以降は全国の施設を回り、タイガーマスクの主題歌を歌う活動もしています。実はディナーショーでもリクエストが一番多いのが、このタイガーマスクの曲です。池、池、タイガー、タイガーマスク、会場の皆さんと一緒に盛り上がっています。こうして今も元気に仕事を続けられるのは、自分なりに食事に気をつけ、様々な運動を続けてきたからでしょう。中でも7年前から毎朝欠かさず続けているのが、ゴキブリ体操です。ゴキブリ体操とはその名の通り、ゴキブリがひっくり返ってジタバタしているように、手足を動かす体操のことです。旗から見るとユーモラスな動きですが、これが実際にやってみると結構きつく、運動量もあるのです。何でも人間は60歳を過ぎることから、1年ごとに3歳老いるのだとか、それを聞いて自分もうかうかしていられないと、ゴキブリ体操を始めたわけだそうです。森本英世さんは毎朝、目が覚めたらすぐに、ベッドの上でゴキブリ体操をするようにしています。仰向けに寝たまま、手と足を上に上げて2から3分間、ブルブルと振動させます。膝は自分がやりやすいように軽く曲げていっています。前述したように、ゴキブリ体操は意外と運動量があるので、学生時代に体操をやっていた森本英世さんでも、最初は1分やるのが精一杯でした。しかし、次第に慣れてきて、2から3分は楽に続けられるようになったのです。今では、ゴキブリ体操に続けて、ヨガのポーズも言っています。毎朝、ゴキブリ体操を始めてからというもの、血の巡りや関節の動きが良くなりました。以前にも増して、1日が元気に送れるようになっています。特に変化を感じたのは足への効果です。年齢的なものだと思いますが、それまではファンの前で、舞台の階段を上るとき足が重く感じることが多かったのです。しかし、ゴキブリ体操を始めてからは足が軽くなり、トントントンと駆け上がることができるようになりました。歩くのも速くなったみたいです。自分では普通に歩いているつもりですが、気がつくと、いつの間にか一緒に歩いていた人が小走りになっていることがあります。年齢を重ねても姿勢がピンとしているのは、この体操を続けているからだと思っています。
何曲も歌い続けてステージに立ち同士でも、最後まで腰や背筋がシャンとしていられます。体の軸がぶれないので、曲の合間にターンをしたり、ステップも軽快に踏めます。振り返ってみると、ゴキブリ体操を始めてからの7年間で、病気らしい病気はしていません。やや高めだった血圧も下がって安定しています。おかげでいつも万全な体調でステージに立つことができるのです。嬉しいことに65歳を過ぎてもシワやシミが増えていません。髪の毛も今でもふさふさ。これ本当に地毛ですか？と驚かれることがありますが、本当に地毛ですよ。友人からは森本は一体いくつなんだ？驚かれています。昔を知らない若い人からは40代後半と見られることもあり、さすがにこれは若く見られすぎです。これからもゴキブリ体操に支えてもらいながら、いつまでも新鮮さを失わずに歌い続けたいと思っています。3つの芸名を使い演歌、ムード歌謡を歌いこなし歌手活動歴50年を超える森本秀代さんを、いろいろな角度から掘り下げていきます。現在の活動は休止状態で、ウェブサイトの更新も滞っています。新たな仕事の話が決まればすぐに発表されると思いますが、今のところないようです。最新曲は2019年にリリースされた松山慕情さよならあなたです。新曲はオフィシャルサイトやライブ会場などで購入可能です。結婚については不明で、現在も独身という可能性があります。今後どこかでインタビューを受けると、その辺のプライベートな部分も話をする機会もあるのではないかと思います。今後メディアの取材で何を語るか期待しましょう。最後にライブを行ったのは2019年で、その後の予定は発表されていません。日本国内は新型コロナウイルスとの咳ぎ合いが続いている状態で、収束というのは夢のまた夢という感じであるため、新たなライブを予定できない可能性があります。脱退理由については、ビン伊藤がギャンブルにのめり込んでメンバーへの給与の支払いが未納になったことが要因となっていますが、これはあくまでも説の領域です。しかし実際ビン伊藤さんは借金で首が回らなくなって逃げ回っていた時期もあります。現在ビン伊藤とハッピー&ブルーはグループとして存在していますが、リーダーのビン伊藤さんはここ数年時から次へと病魔に襲われて戦う日々が続いてきましたが、ここ数年は体調良好のようです。今回は森本秀代さんを掘り下げてきましたが、芸歴を調べてみると相当長く、今年で芸歴54年を迎えています。かなり苦労を積み重ねています。デビューするまでに3年間待機する状態が続きました。その間はレッスンだけが歌手であることの証のような生活を繰り返しており、後から入ってきたやつがデビューしていくという状況を目の当たりにして、若さゆえ焦りを感じていたようです。またデビューの際はポピュラー系でデビューできると思っていましたが、蓋を開けると演歌でのデビューを宣言され、今まで学んできたポピュラー系の歌唱法とは全く異なり苦労する日々が続くことになりました。レコーディングもディレクターの思う通りにはいかず、罵倒を浴びせられながらレコーディングもうまくいきませんでした。いくつかの芸名で演歌歌手として作品をリリースするも、いまいちうまくいかずあがきもがいていた頃に、ビン伊藤さんに声をかけられてグループに加入することになりましたが、これには事務所などの周りのスタッフは大反対でした。しかしビン伊藤さんの口説きのテクニックがうまく参加することになりました。グループも森本秀代さん自身も世間から注目される形となり、多忙な日々を過ごしていました。その後はソロに転身し、現在も演歌ともムード歌謡ともつかない歌唱法は健在です。若手の頃は今で言うアニソン歌手もやっていた時期もあり、
その頃の芸名は神殿用でテレビアニメタイガーマスクの主題歌イケタイガーマスクを歌唱。220万枚の売り上げを記録しましたが、歌い切りでギャラは10万円。源泉徴収されて1万円引かれて9万円のギャラを受け取りました。印税契約をしていれば今でも少しずつではありますが、印税が入ってくる可能性がありましたが、子供のアニメの歌だからと考えたのでしょうか。その後はいくら売れても歌唱印税は発生せず、レコード会社と作家は丸儲けです。印税契約について聞かされていなかった可能性が、とても高いと考えられます。泳げたい八木くんでおなじみの下雅人さんも同様のケースで、印税契約のことを知らされておらず、後に芸能界とは、距離を置いた生活をしているほどです。現在はその辺の知識も、一般人でも知っているし、インターネットにも、記事がありますので、知識欲を満たしたいと思えば、知ることができます。これからも森本秀代さんのご活躍を期待しています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。